はい、ということで、今回はですね、前回の倉庫の動画で、ご紹介できなかった、到着しなかった荷物がですね、今回到着したんで、そちらのですね、開封の動画になります。まあ、今回ですね、ヨーロッパから、結構大量にまた、再入荷だったりとかですね、貴重なアイテムが、再入荷してるんでですね、それをですね、それぞれご紹介していきたいと思います。でさらに、この動画の、その翌々日にですね、またヨーロッパから、今度はですね、ロシアのスリーピングシャツが大量に入荷する予定です。そちらの方もですね、今回の動画にまとめてお送りできたらなと思っているので、楽しみにしていてください。それでは行ってみましょう。はい、ということで、1時間ぐらいしてですね、荷物の方出し終わりましたんで、今からですね、これらの内容をちょっと紹介していきたいと思います。まず今回の入荷なんですけど、1,2,3,4、パレット4つと、さらに、まあ、これで1つ2つ分ですね、5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 と、はい、21パレット分、入荷しています。かなりの量なんですけど、これからですね、ちょっとここら辺全部開けていくわけにはちょっといかないんでですね、ある程度、目星アイテムをですね、ちょっと実際箱を開封してですね、実際に見ていきたいと思います。はい、では早速ですね、開封していきたいと思います。それでは両手が使えるようにヘルメットにつけて、よし、お早速、これはですね、フランスのウールライナーですね。結構がっしりとした、かなりこう圧縮されたですね、ウールが特徴の、ライナーです。まあ、1枚で着てもちょうど良さそうな感じですね。またまたフランス軍の、こちらですね、 M52 の、ショーツ。お、こちらもデッドストック新品の状態で入ってます。サイズ6。あ、これはですね、かなり使えるショートパンツなので、まあ、1枚持っていたらですね、間違いなく、ワードローブの中にですね、活躍してくれるアイテムです。お、これも、久しぶりの、入荷ですか、再入荷ですかね、フランス軍のハット、こちらはデザートパターンになります。であと CC カモの、グリーン調のものもですねございます。久しぶりの、再入荷です。はい、こちらですね、はい、こちらも、CC カモのハットですね。はい、うん、まあ、普通に使いやすそうなこの丸っこいクラウンの形のハットです。はい、こちらもですね、はい、まあ、ヨーロッパですが米軍のアイテムになります。米軍のサンドカラーの、BB ジャケットになります。薄手ですね、まあ、涼しく着れるような、配色だったりとか、アイテムなんでですね、まあ、秋ぐらいからおすすめのアイテムです。はい、今回の入荷の目玉の一つが出てきました。M47 パンツの前期型になります。これは有効コンディションです。他には、こちらはですね、一応未使用品のものになります。デッドストックですかね、まあ、これも未使用品。あとはユーズドだったり新品だったりランダムですね。はいはい、こちらも M47 のパンツです。結構入ってますね。今回の入荷で80枚ほど、再入荷しました。基本的には全部前期型だと思います。はい、こちらも47パンツ。はい、米軍の BDU でした。はい、実は先ほどこちら、フランスの、ライナー、ウールライナーが入ったんですけど、この下にですね、47のジャケットも入ってると思います。
はい、続いてこちらのパレット、1,2,3,4,5 か、ここがですね、イギリス軍がかなり多いです。というのがですね、まず、イギリス軍のラフのトラウザー、こちらがですね約1,500本、他にもですね、結構ご要望いただいていたトライサービスがですね、その中に30本だけ混ざってるみたいです。そして、他にですね、あちらのバラックパンツもありますし、ロイヤルネイビーの斜めカーゴポケットもありますし、あとですね、結構一時期ですね非常にご好評いただいてすぐ完売してしまったシビルディフェンスのパンツ、こちらがですね500本ほど再入荷をしています。それではですね、それぞれ開けていきたいと思います。はい、では開封していきます。はい、まず出てきたのがですね、はい、こちらは、もうおなじみですね、イギリス軍の、バラックパンツ、バラックパンツじゃないな、これは素材がですねちょっとウールライクな素材感なのでナンバー2の方だと思います。はい、こちらですね、ナンバー2ドレスアーミーオールランクスと書いております。はい、まあ、使いやすいですね、ブラウンの、パレードトラウザーになります。はい、続いてそして、2つ目、こちらはですね、あ、これはですねスペイン軍のファティーグジャケットみたいです。このようになってます。まあ、肥沃仕立てでこのちょっと明るめのオリーブのカラー、そしてこういったちょっと特徴的な肘当てなど、少しですね、ちょっと古いタイプのものなのかな、昔ながらのコットンライクな生地感で、まあ、シャツ感覚で着れられるジャケットですね。はい、はい、続いて、はい、こちらもパレードトラウザーです。次行きましょう。はい、こちらもラフのトラウザーですね。かなり今回ですね、数が入荷が多いんですけど、まあ、ちょっと正直ですね、今日今1人でやってるんで全部は見切れないんですけど、この中のどこかに、前回ですね即完売でご好評いただいていた、トライサービスのですね、このブルーのスラックスも混ざっていると思います。まあ、これはですね、見つかり次第再入荷というような感じで、ページでですね販売したいと思いますので楽しみにしていてください。ぜひ再入荷通知を、お勧めします。はい、こちらと、はい、こちらがですね、はい、待望の再入荷です。シビルディフェンスのワークパンツになります。はい、こちら、まあ、この、くすんだ、グレーがかったブルーが、綺麗な色なんですけど、これですね実は、すごい問い合わせ多くいただいていたんですけども、今回500本再入荷しました。っていうのもですねずっと完売していたんですけど、とあるですね YouTuber の方が、こちらですねうちで実際に購入いただいてたみたいで、私物としてですねこちらのパンツ紹介してくださったんですけども、まあ、その影響かすごい問い合わせが多くてですね、完売してしまってたんですけど、今回待望の再入荷ですので、ぜひですね買い逃された方はこの機会によろしくお願いします。はい、見つけましたよ、こちら、はい、じゃじゃんと、トライサービスのナースのパンツです。ただしちょっとですねこれ事前の情報では、まあ、一応そのトライサービスの、ナースのトラウザーということを聞いてたんですけど、こんな感じで、まあ、TC の、 このウェザーっぽい生地、あの前回入った、素材がですね、あのどちらかというとこうウールサージ調の生地だったものに対して、こちらはですね結構コットンタッチな生地感になっています。で、このようにですねセンターに、プレスというかステッチを入ったタックとプレスが混ざったようなステッチと、もう1タック、2タック入ってますね。と、腰のですねウエストの調整と、こういうスナップ式の、ボタンになっています。で、背面はですねポケットが2つと、まあ、ちょっと素材が、予想と違ったんですけども、これはこれでですね普通に使いやすそうなパンツですね。これも人気でそうだと思います。まあ、ちょっとですね、同じもの再入荷狙った方にはちょっと申し訳ないんですけど、今回の、トライサービスナースのトラウザーはですねこちらのデザインになります。申し訳ございません。はい、こちらもおなじみですね、はい、スラントポケットのカーゴパンツになります。はい、まあ、当店の看板アイテムといっても過言ではない人気のパンツがまたまた再入荷です。でかっ、
あ、ちょっとこれはこれちょっと今日一人なんですけど、この作業ちょっとワンオペはきついっすね。あ、ちらっとでも見えた。よっしゃ。はい、よいしょ、じゃじゃんと。はい、こちらですね、ジャーマントレーナーになります。まあ、コンディションは結構バラバラなんですけど、まあ、綺麗なものから、まあ、このようにですね文字が書いてある結構ユーズドのコンディションのものまで様々です。まあ、これもですね、今 A コンディションとか B コンディション、はたまた、お買い得なリジェクトと、販売していますんでですね、これ、ある程度うちのスタッフの方でですね返品をしていって、再入荷っていうのを禁止できると思います。お、そしてこちらラフのサスペンダーも入荷してます。実物ですね。はい、これはあのうちの中村がですね、スイスのデニムに合わせて使っていた、アイテムです。まあ、これ実物のサスペンダーの中でも非常に人気なものなんで、早物勝ちになると思います。こちらです。はい、続いてこちらはですね、はい、イギリス軍のアンダーシャツですね。まあ、ユーズドコンディションですね。かなりこの、オリーブから、ちょっとこのカーキっぽいような色まで様々です。はい、こちらはですね、これも最近コンスタントに入荷してますオーストリアの、ゴアテックスのパーカーです。はい、まあ、ただですねユーズドコンディションなんで1点ずつ状態は様々です。あ、これとかはめちゃめちゃ状態綺麗ですね。はい、これはですね形もかっこよくておすすめの、ジャケットです。はい、ということでですね、今回の、入荷の速報開封動画でした。ひたすら開封していきました。ただですね全部が全部開封しきれてないので、まだ今回ご紹介できなかったアイテム他にもあります。まあ、これはですね、速報スタッフがですね返品をする際にまた、速報の方ですね動画でお送りしていきたいと思います。とりあえず、今回はですねこれにて、開封終了ということで、次回はですね、ロシアのスリーピングシャツが大量入荷してくると思いますので、合わせてですね商品紹介とともに、お送りしていきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。